タヌキ、無事な事件とは、1924年に、栃木県上津賀郡、東大足村で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日に、大審院において、被告人に、無罪判決第306号が下された。日本の刑法第38条での、事実の錯誤に関する判例として、現在でもよく引用される。 本記事では同じく1924年に高知県高岡郡庁舎村で発生した狩猟法違反の事件でよく比較されるムササビも、も、ま、事件についても記述する。本土たぬき村田重被告人は1924年2月29日、両県を連れ村田重を携えて狩りに向かい、その日のうちに無事な2匹を洞窟の中に追い込んで大石を持って、 洞窟唯一の出入り口であるホラー穴を塞いだが、被告人はさらに奥地に向かうために直ちに無地名を仕留めずに一旦その場を立ち去った。その後3月3日に改めてホラー穴を開いて、捕らえられていた無地名を両犬と、村田銃を用いて買った。警察はこの行為が3月1日以後に狸を捕獲することを禁じた狩猟法に違反するとして、被告人を逮捕した。下級審では、 動物学において、タヌキとムジナは同一とされていること、実際の捕獲日を3月1日以後であると判断したことにより、被告人を有罪とした。だが、被告人は、自らの住む地域をはじめとして、昔からタヌキとムジナは別の生物であると考えられてきたこと、2月29日の段階でムジナを逃げ出せないように確保しているので、この日が、 捕獲日に当たると主張して大審院まで争った。罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合はこの限りでない。重い罪に当たるべき行為をしたのに行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者はその重い罪によって処断することはできない。法律を知らなかったとしても そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、上場により、その刑を減刑することができる。大審院判決では、狸とムジナの動物学的な同一性は認めながらも、その事実は広く国民一般に定着した認識ではなく、逆に狸とムジナを別種の生物とする認識は、被告人だけに止まるものではないために、 事実の策誤として、意責任創客が妥当であること、また、これをタヌキだとしても、タヌキの占有のために、実際の行動を開始した2月29日の段階において、被告人による宣戦線が成立しており、同日をもって捕獲日と認定するのが適切で、あるとして、被告人を無罪とした。タヌキ、無人名の名称は古来並存し、我が国の執属この二者を区別し、 こうもかい混ざるところなるをもって、狩猟法中におてたぬきなる、名称中には無地なおも法眼することを命にし、国民をして敵起するところを知らしむるの注意を取るを、当然とすべく、単にたぬきなる名称を掲げて、そのうちに当然無地なお法眼せしめ、我が国古来の収束上の観念に従い、無地なおもって、たぬきと別物なりとしいしこれを捕獲したる者に、大使刑罰の制裁をもって望むがごときは、 決してその党を得たるものというを得ず、判決文から一部抜粋ムササビ、ムササビ、モ、マ事件は、地方では、モマと呼ばれている金量のムササビを捕獲した、被告人が訴えられた事件。タヌキ、無事の事件とは、対照的に、1924年4月25日、大審院は、被告人に、有罪判決を下した第407号。この判決では、モマは、 ムササビと同一のもので、モマを捕獲することは、法律上、ムササビの捕獲として、刑罰の対象となるところ、そのことを知らなかったのは、法律の淵にあたるので、罪を犯す意思なしとは言えない、とした。タヌキ、ムジナ事件が、この先例である、ムササビ、モマ事件と逆の判断となった理由は、タヌキとムジナについては、同じ穴のムジナという関用句にも現れているように、当時は、 タヌキとムジナが一般には別の動物だと考えられていた。そのため、ムジナを捕まえる意師ではタヌキを捕まえる意師がないとされた。それに対してムササビとモマの場合は、後遺書の地方でムササビのことをモマと呼んでいただけ、すなわち被告人がムササビという名称で呼ばれる動物の外観を知らなかっただけであり、全国的に見ればムササビと モマが別の動物であるとの認識はなかった。そのため、モマを捕まえる認識があれば、一般的にムササビを捕まえる意思を認めることができた。タヌキ、無ジな事件とムササビ、モ、マ事件は、刑法第38条における事実の錯誤と法律の縁が原因で起きた事件であり、で、捕獲した動物が近量である動物と同一である。 ことを認識していなかった点で共通しており、状況は大変酷似している。だが、以下の表にあるような相違点がある。当時は、方言追放が行われ、標準語の使用が推進されていた時代でもある。つまり、無事ナとタヌキのこの使い分けについては、特定地方に偏っての問題ではなく、つまり、方言による違いではないため、被告人の責めとすることはできない。一方で、 モマという名称は、被告人が住んでいた地方の方言であり、標準語である、ムササビの語を知らなかったこと、それ自体が問題であり、被告人の責めであるということである。ありがとうございます。